皆さんこんにちは、チャオ旅です。今日は阪急電車京都線のフライベースに乗車して京都にお出かけに行ってきます。なんとなんと昨日7月21日にデビューしたばかりです。それでは阪急電車で出発。今回の動画では2024年7月21日にデビューした新型車両2300系の車内や運転席の景色、フライベースに乗車した様子を投稿します。チャオ旅では国内外のさまざまな列車を投稿していますので、ぜひチャンネル登録してご覧ください。コメントもお待ちしています。阪急2300系は阪急京都線用の車両、2024年7月21日にデビューしました。安心、快適、そして環境に配慮した新しい阪急スタイルがコンセプト。阪急電車を象徴するマルーン色の車体、木目調の化粧板、ゴールデンオリーブ色の座席など、阪急電車のイメージを継承しつつ新たな試みに挑戦したそうです。車内全面の窓ガラスは曲線を取り入れた疾走感のあるデザインに変更、より一層シャープな印象です。座席はかつての京都線特急6300系を彷彿とさせるストライプ柄のデザイン。バリアフリー設備も充実していて、優先座席付近のつり革が低くなっています。釣り手の色も見やすいマゼンタ色、車椅子の固定具や手すりなど2300系ならではの設備が見えます。それでは2300系に淡路まで乗車します。これまでこの位置は運転手さんの後頭部ビューでしたが、この2300系は座席がない代わりに横長の大きな窓からよりワイドな前面展望を楽しむことができます。ご乗車ありがとうございます。特急京都河原町行きです。次は重曹です。重曹の次は淡路に停まります。次は淡路に停まります。本日西京極駅で発生した地震事故の影響により、電車の到着およそ13分遅れておりますことお詫びいたします。出口は左側です。ご乗車ありがとうございます。特急京都河原町行きです。本日西京極駅で発生した人身事故の影響により、現在京都線のダイヤが乱れております。ダイヤ乱れのため、この時プライベースの発売は中止。再開予定の15時台の座席が確保できたので、一旦梅田に戻ります。購入していた15時台のプライベース、なんと営業中止のメールが届きました。これはまずい。プライベースを連結した編成も到着しますが、座席指定サービスは中止。扉には大きな幕があり、
乗車できないようになっています。情報が更新されたので16時発のプライベースを予約しました。阪急電車に乗るだけではもったいない、乗車まで少し時間があるので大阪梅田駅に来る電車を見ていきます。時間が近づいてきました。16時のプライベースは乗車できそうなので駅構内のプライベースの広告などを見ていきます。プライベースは2024年7月21日京都線の新型車両2300系と同時にデビューした有料座席指定サービスです。プライベースはプライベートとプレイスを掛け合わせたネーミング、そのためイントネーションはプライベースではなくプライベース。コンセプトは日常の移動時間をプライベートな空間で過ごす自分時間へ。プライベート空間、着席保証といった需要に応えるため新たに開始されたサービスです。京都線はいつも混んでるので並ばずに座れるのはとてもありがたい。今回は逆方向ですが、途中の烏丸や桂など京都からの帰りはとても重宝しそう。プライベースの予約は基本的にウェブ上で行います。駅のホームや券売機では予約ができないので注意が必要です。空席があれば車内でも購入ができるようです。駅構内でプライベースのパンフレットを見つけました。せっかくなので一部もらって車内で見てみます。今回乗車するプライベースは1号線から出発、時間帯によっては2号線から出発する電車もあるようです。プライベースは大阪寄りから4両目、乗車券と全区間一律の500円が別途必要です。ウェブでは好きな座席を予約でき、会員登録すると乗車ポイントも貯めれます。車椅子、ベビーカー利用者の優先席や共有荷物スペースなどもあります。サービスは再開しましたが、本来の運用に戻れていない部分は運休になっていました。ダイヤ乱れのため出発時刻になっても電車はまだやってきません。この時期のホームはめちゃめちゃ暑いので、梅田名物ドデカクーラーで涼みます。タッチパネルの時刻表もプライベースに対応していました。最近はホームの時刻表を撤去する会社も多いので結構便利です。すでに高級感ある阪急電車、伝統のマルーンカラーにゴールドのライン、期待に胸が膨らみます。東武鉄道のスペーシア X のように行き先表示器にアニメーションが追加されています。この時点で他の車両の乗り降りは済んでいてプライベース待ち。
ダイヤが乱れているときはすぐに発車できないので大変そう。待っているこっちも焦ります。分からず車内で問い合わせている方もいらっしゃいました。扉が閉まります、ご注意ください。今回は一番後ろの 1BC を予約しました。いよいよ大阪梅田駅を出発。十三までは見応えのある三福線区間。座席周りは後にして車窓を楽しみます。座席設備の紹介をしていきます。まず目を引くのは大きくせり出したヘッドレスト。2列シートの中央にはパーテーションがあります。座席横のレバーを引くと座席が倒れます。リクライニング機能のある座席で、座面が前方に少しスライドする機構です。リクライニングレバーの下には各座席に設置されている読書灯のボタン。結構明るい。ゴールデンオリーブ色の座席に映える白いヘッドカバーにはゴールドのロゴが。肘置きの中には収納式テーブル。思ったより重たいので気をつけて広げてください。大きめのテーブルが出てきます。この上でパソコンをしたり本を読んだりすることができますね。パンフレットを置くとこんな感じ。ブラインドは UV カット。小窓になっているのも特徴的で自分だけの窓。個室感がアップします。ブラインドを下ろして気づいたんですけど、上と下で粗さが違います。立っている人も外の景色が楽しめるような工夫を感じました。従来の車両よりも座面の幅や座席の前後の間隔が広く、床面には阪急電車初のカーペットが敷かれていて、とっても静かな空間です。各座席には収納式テーブルや読書灯の他にもドリンクホルダー、マガジンラック、コンセント、荷物用フックなどが設置されています。無料 Wi-Fi も使える動く個室のような環境です。目隠しの役割でもあるせり出したヘッドレスト、寝やすいかなと思ってポジションを確認しましたが、身長が低いと少し寝にくいかも。フライベースは新型2300系および9300系の一部車両に導入。1時間に 2,3 本の頻度でサービスを開始しました。車内にはフライベース車両専属のアテンダントさんがいます。まだ本数が少ないため、今日のようなダイヤ乱れが起こるとプライベース付き編成が本来の運用に戻れないことが起きます。運行開始2日目にして予期せぬトラブルに見舞われました。通路を挟んで反対側は1人席。リクライニングの角度がより分かりやすく見えます。通路側にはパーテーションがないので個室感は少し減るかも。小窓を触ってみると窓が開きました。しかも半分ぐらいまで開いたのでびっくりです。本日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございました。
京都河原町に到着しました。約40分ほどの乗車時間、まるで個室のような空間、とっても静かに快適な移動ができました。京都の中心部を通り、観光名所にアクセスしやすい阪急京都線、行楽の時期にまた使ってみたいサービスでした。この後は新幹線ともコラボしたあのコーヒー屋さんに向かいます。東海道新幹線車内販売サービスでいただくことができる京都猪田コーヒーの本店にやってきました。座席は新館と旧館を選ぶことができ、今回は旧館で素敵なお食事をいただくことにしました。まだまだ暑い日が続きます。2300系やフライベースに乗られる方、撮影される方、熱中症に気をつけてください。今回の旅もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。また次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。